最初は漫画の画材を説明したいと思います。原稿用紙からいきたいと思います。これはですね、私が実際に使っている漫画原稿用紙で、アイシーさんの特製漫画原稿用紙というもので、こういうふうに見えますか、水色のメモリがついてるんですね。で、水色は印刷に出ないので、このメモリは気にせず、あくまでメモリとして使ってくださって OK というもので、で、こちらにサイズ違いのものがありまして、こっちが B4 の方で、プロの方が実際に使ってるのはこちらで、こちらはそうですね、アマチュアの方が同人誌などで使われる A4 版のサイズ、まあ、私はこっちで書いてはいるんですけど、小さいカットなど依頼が来た時には小さい方で書くようにした方が楽なので、こちらで書いています。ものは同じものです。サイズが違うだけです。では続いてはペンの紹介です。こちらがペン軸になります。ペン軸はですね、だいたいどのくらいでしょう、12センチぐらいのサイズで、ここで忘れてはいけないのが、丸ペン用の軸と G ペン用の軸があるということですね。私は最初気づかずに G ペン用の軸を買って、なぜ丸ペンが刺さらないのかっていうので1ヶ月ぐらいコンコンと悩んだことがあります。で、なので間違えずにちゃんとそのペンの先に刺さる軸があるんだってことを確認して購入するようにしましょう。ペン先には G ペン、丸ペンとあるんですが、 G ペン、丸ペン以外にもスクールペン、カブラペンなどいろいろ種類があるんですね。で、そちらは全部 G ペン用のペン軸で OK です。で、だから丸ペン軸だけ丸ペンしか刺さらないという、で、他は G ペン軸で全て賄えるということですね。で、必要なのはこの2種類です。立川さんからですね、G ペンと丸ペンが両方刺さるという画期的なペン軸も出てるので、私はこれがお気に入りで、ペン軸、いいペン軸っていうのは私の中ではペン軸が固く固定されてなかなか抜けないっていうのがいいペン軸だと私は思ってるんですね。ペンがブレないっていうことで、この両用ペン軸の方で G ペンを刺していて、緩くなったら丸ペンを刺すとすごく固く固定されるんですね。で、その丸ペンが緩くなってきたら今度は G ペンにして使うと G ペンが今度は固く固定されるので、すごく長持ちするという画期的なペンです。で、私はペンダコがものすごいんですけど、手が痛くなっちゃうとこういう風にティッシュを巻きまして手の痛さを軽減するというっていうのもありですね。手の方にティッシュを巻いたり、あと絆創膏を巻いたりするのもありだと思います。次はインクの紹介に移りたいと思います。インクはですね、いろいろ種類がありまして、本当にものすごい種類があるんですけど、一応今回は代表される3つのインクをご紹介したいと思います。まずは改名墨汁と言いまして、これはまあ書道で皆さんが使われる墨汁だとまあ思ってください。で、粒子も割と数あるインクの中で平均的に細かく、色も濃く、消しゴムをかけてもインクの色が薄くなったりはしないので、すごくおすすめです。誰しも最初に使うインクで、私も最初に使うなら改名墨汁をおすすめします。それより粒子が細かい、粒子が細かいって言っても多分わからないと思うんですけど、ペン先ってすごく先が細いので、粒子が細かければ細かいほど細い線が描けるんですね。で、粒子が粗いとなかなかペンの先からインクが落ちてくれないので、力がいるのと太い線になってしまうっていうことがあります。それで、粒子が細かいのはパイロットの製図用インクですね。証券用インクっていうのもあるんですけど、証券用インクだとちょっと粒子が粗くなってしまって書きにくいので、私は製図用をおすすめします。その代わり証券用インクはカラーなどにも使える耐水性のインクですね。こっちの製図用は、水性顔料ですね。水性インクなので伸びがよく、細かくって細い線が書けます。なので私は割と主線は違うインク、墨汁系を使って少女漫画特有の女の子の赤面あるじゃないですか、赤面のラインとかほっぺのこう
ほのぼの感を出すほのぼの線って私は呼んでるんですけど、ほっぺのちょんちょんっていうやつとかは細い線が命なので、それだけ製図用のインクで書いたりしてるんです。実は裏技ですね。これはインクを変えるという、一つのインクで書く人はみんな一つのインクで賄うんですけど、私だから机にいくつもの種類のインクが置いてたりします。だからうっかり墨汁で書いてたのに、墨汁の先インクがついてるのに製図用に入れちゃったりもしますけどはい。で前全然関係ないんですけど、ウーロン茶をコップで飲んでた時にウーロン茶につけたこともありますつけた瞬間にあーって言ってしまいまして、あのウーロン茶は見事にちょっと焦げ茶色に変わってしまったという悲しい思い出が、それ以来私はあのウーロン茶はペットボトルで飲んでおりますで、最後にこれは最近私が再び使い始めた、インクなんですけど、海明墨汁の出してる、海明さんが出しているドローイングゾール K というインクでして、これはもう一番粒子が荒いです。で一番インクが黒いです。黒いっていうのは書いてみないとわからないと思うんですけど、インクは薄いんですよ。でもう本当に黒さが黒く、消しゴムをかけても色落ちすることなく、あとやっぱ濃いのでシャープな線が描けますね。あの紙ににじまない。であと耐水性ですので、描いた後すぐに乾くんですね。乾きが早い。その間劣化も早いんですけど、あのシャープで抜きのいい線が描けるというか、ピッとキレのいい線が描けるってことで最近お気に入りで使っています。で本当に私漫画家人生が長いので、もう12年やってるので、毎月原稿やってるんで、やっぱ途中で飽きちゃうんですよね。で作業が遅くなったりすると、もう気分転換にインクの種類を変えたりして試してます。でタイミングとか季節ですね、湿度とか乾燥の具合によっても、その時期に合ったインクっていうのが必ずあるので、漫画を描くぞって決めた段階でいろいろ手を出して試してみるのもありだと思います。だいたい一つ300円から400円、高くて500円ぐらいですかね。あのあまりご予算がないという方は、海明墨汁でまず慣れて、あの基本を知るっていうことが大事だと思います。